んばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、ロレールのネイビーのベレー帽をかぶりまして、マカラスターのニットをブラウンのニットを肩掛けしております。で、ブルックスブラザーズのボタンダウンシャツ、グリーンのボタンダウンシャツに、リーバイスの501、リジットデニムを履いたスタイリングになっております。ちょっと急にこの 2,3 日は暑くなるという予報で、実際暑くてあまり重ね着ができない、結構本当に暑いなという9月ぐらいの気温なんじゃないかなと思うぐらい暑いので、ちょっとあまり重ね着ができないんですけども、まあそれでもやっぱりもう11月なので、ニットをせめて肩に巻いたスタイリングになっております。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回は以前 YouTube のコメントでリクエストをいただきまして、そちらを撮影させていただきたいと思います。私がこれまでインスタグラムで投稿しております、秋冬のコーディネートスタイルで、私なりのトップ10を紹介してほしいということでしたので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。純粋にそのコーディネートが私が好きだっていうところの観点と、あとはこの2020-2021冬に、なんとなくこう着たいなと思っているイメージと2つの観点でちょっと選んでみまして、その中からトップ10っていうのがなかなか順位をつけるのが結構難しかったので、10コーディネートをこちらでご紹介をさせていただきたいと思います。簡単にその理由とか、そのコーディネートをしていた時のポイントとか、ちょっとそういうところをお話ししながら、ご紹介させていただきたいと思いますので、最後までご覧いただいて、お買い物だったり日々のコーディネートの参考にしていただければなと思っております。それでは、早速ご紹介させていただきます。はい、まず一つ目がこちらになります。バブアーのビューフォーと置きまして、ラルディーニのガンクラブチェックのツイードジャケット、ペイズリーのネクタイをして、ボルドーの、ウエストコートを着ております。で、サックスブルーのボタンダウンシャツに USM のチノパン、そしてチャーチのケアフィールドを履いたスタイリングになっております。何の変哲もないというか、私が本当に普段からよくするスタイリングなんですけれども、やっぱり安心感があるというか、安定感があるというか、本当に好きですね、こういうアイテムが。ちょっとこう土臭いアイテムたちをスタイリングに盛り込んでコーディネートをするっていうのが大好きなので、これに関しては今年だからとか来年だから、その前その後だからっていうことはあんまり関係なくて、多分ずっとしているスタイリングだと思います。ところどころ、例えばそのパンツのシルエットだったり、ジャケットのボリューム、ネクタイの柄、シャツの柄、あとは靴の色とか、そういうところがところどころこうシーズンとかその日の気分によって変わるんですけれども、こう基本的なベースはやっぱり私の中はこれかなというふうに思っている冬、秋冬のスタイリングになります。特にこの冬に関しては、このパンツと靴の組み合わせっていうのがなんとなく気になっていて、明るい色のパンツを履いた時に濃い色の靴を持ってくるっていうか、そのどんなパンツだろうと濃い色の靴を持ってくるっていうのが、ここ 3,4 年ずっと続いてた傾向で、例えば白いパンツに黒い靴とか、ライトグレーのパンツに黒い靴とかっていうのが割と典型だと思うんですけど、とりあえず濃い靴を持ってくればいいみたいな流れがなんとなくあったと思うんですけども、ではなく少し明るい色のトーンの靴を履きたいなっていうのがなんとなくここ最近実はありまして、それでこう選んだスタイリングかなという気もしております。これ実は3年前ぐらいのスタイリングなんですけど、その時はそういうふうに思っていたわけではないとは思うんですが、なんとなくこうベージュのパンツにちょっと明るめの靴を持ってくるっていうのが少し新鮮かなと感じています。で、2つ目がこちらになります。いわゆるスタジアムジャンパー、スタジアムですね、にシャツ、ベージュのシャツを着て、上のワイドパンツ、パラブーツのウィリアムを履いたスタイリングになっております。で、このスタイリングに関してはウディアレンが監督の、ハンナとその姉妹っていう映画がありまして、女性3人の姉妹の、映画なんですけども、その中で1人
末っ子だったか次男次女だったか忘れましたが、あのその方がものすごく抜群におしゃれで、その人が映画のワンシーンでしていたスタイリングっていうのがスタジャンを着て、ちょっとインナー忘れましたけど、ワイドのウールパンツを履いて、コンバースのジャックパーセル、ブラックを履いて、多分、ウェイファーラーのブラックをかけて電話をしているっていうシーンがあったんですけども、それを見た時になんてかっこいいんだと、めちゃくちゃおしゃれなスタイリングだと思って、その数ヶ月後に古着屋さんでこちらのスタジャンを購入して、その時のイメージを自分なりにちょっとこうアレンジをして組んだスタイリングになっております。なのでスタジャンを着るっていうこと自体はそれ以降そんなにしていないですし、なかなか若々しく見えすぎるというか、可愛くなりすぎるというか、ちょっと着づらいなっていうふうには思っているものの、ぜひちょっと今年もアレンジを加えながらスタイリングをしたいなという願望も込めて今回入れさせていただきました。あとまあうちで飼っている犬が可愛いっていうのもあるんですけど、あのまあそれだけじゃなく、スタジャンっていうアイテムがやっぱりアイビープレッピーではなかなか欠かせないアイテムの一つだと思うんですけど、やっぱりなかなかメンズドレスファッションでは取り入れづらいアイテムの代表のような気もしておりまして、ですがまあそこをなんとかあの大人の方にも着ていただけるようなスタイリングっていうのをできれば提案できしてい行きたいなというふうに考えておりまして、まあ、ちょっと今シーズン挑戦していってみようかなというふうに思っております。まあ、あのこのスタジャン配色とかは本当に抜群に好きで、グリーンベースにオフホワイトのレザーの袖でイエローのラインが入っているんですが、配色はすごく好きなのでいつも着てみたい着たいなとは思っているものの、なかなかやっぱりコーディネートが思いつかずに先延ばしになっているんですが、今シーズンは絶対に着てやろうと思っておりますので、まあ、これを着てあのボンビューに立とうかなと思っておりますので、あのぜひ皆さんもチェックしてみてください、私のスタイリングを。3つ目がこちらになります。ステンカラーのコートにグレーのツイードのジャケット、サンタクロース柄のスウェットを着てネクタイをしてっていう、でチノパンとホワイトバックスっていう感じなんですけど、特にこう何がっていうことではないんですけども、なんか全体的のこの色使いというか、ちょっとくすんだ感じの色使い、モノトーンなんですけど全体的にはベージュとかっていうのを使った柔らかい印象のモノトーンで、まあそのモノトーンがしたいっていうよりも、ちょっとこうくすんだ感じのこの色合わせ、パンツとコートの感じとか、パンツとホワイトバックスの靴の感じ、あとはグレーのジャケットとグレーのスウェットの色の感じ、そのちょっとこうつながるようなところっていうのをいくつかあえて作っていくっていうのが、しかもそれがこう隣接するところでそれをわざとつなげていく感じ、例えばコートとパンツっていうのは隣接すると思うんですけど、あのそれを近い色にしていく、ジャケットとスウェットもそうだと思うんですけど、そこを揃えていくみたいな、本来であればこう差をつけてスタイリングするところを意図的に少しこう近づけることによって、色数は使わないんですけれどもあえてが生まれてるっていう、なんかちょっとこう変わった感覚になっているような気が個人的にしておりまして、あのそれを少しあのこの冬はちょっとこう実験がてらやってみたいなと思っているスタイリングになります。あのなかなか口で説明すると難しいんですけども、例えばこういうスタイリングだったり、あとはまあこれもそうなんですけども、まあ、ジャケットとベレー帽とか靴とパンツが、まあ、色が似てると思うんですけど、まあ、こういう風に近づけていくことで少し面白さが出るんじゃないかなと思っています。まあ、なので今回これを選ばせていただきました。次がこちらになります。 M51 のモッツパーカーにコルフェイスのショールカラーニットを着たスタイリングになります。もうこれは以前ご紹介させていただきましたが、コルフェイスのショールカラーニットです。あのこれはもう今シーズンは間違いなく活躍する、私の中では活躍するアイテムで、今シーズンネイビーもプラスして購入をしましたので、まあ、この2枚っていうのは今シーズンの本当に注目のアイテムになるだろうと私の中では思っているアイテムで、まあ、これを中心にスタイリングを組み立てていきたいなと思っておりますし、いくだろうなと思っておりますので、今回ご紹介させていただきました。で、まあ、もう一つ次がこちらですね。これもコルフェイスを着てるんですけども、まあ、こっちはコルフェイスではなくてパンツの方ですね。あのワイドのタータンチェックのパンツ、まあ、これは私の中では結構この2020、21、
冬にはもう必須のアイテムだったので購入をしたんですけども、あの以前ご紹介して7万円もするパンツなんですけども、あのそれでもやっぱり絶対に欲しくて購入をしました。でまあこれをベースにニットとこのパンツが主役になるようなスタイリングをこの冬は絶対にしたいなと思っておりまして、まあ、そのために買ったパンツなんですけども、まあ、この時も、ショールカラーのニットを着ているんですが、まあ、こういう風にニットがメインになるような、ジャケットではなくてニットがメインになるようなスタイリングをしていきたいなと考えております。で、まあ、続いてこちらですね、ファーランドハービーでビスポークオーダーをしたビスポークのコート、カバートコートにブレザー、タートルネックチェックパンツっていう割とベーシックなスタイリングなんですけども、ここにはベレー帽のフランス、コートのイギリス、ブレザー、まあ、これはアメリカとかイギリスだと思うんですけど、まあ、タータンチェックのパンツってい こういろんな国、いろんな要素、いろんなテイストがミックスされておりまして、まあ、それをこうミックスしてスタイリングしていく、それがやっぱり私らしいなという気もしておりまして、まあ、そういう感じですが、あまりガチガチに決めすぎないっていうのが私らしいなっていう風に自分なりの解釈なんですけども、まあ、そういうスタイリングを今後もしていきたいなと思っておりますので、今回、まあ、割とベーシックなスタイリングだと個人的には思ってるんですけども、まあ、こういうスタイリングも漏れなくやっていく予定です。はい、で次はこちらになります。私がスーツを着るなら、まあ、こういう感じでずっと着ていきたいなと思っているのがこのスタイリングです。で、まあ、グレーのちょっとこう素材感のあるあのスーツなんですけども、こういうスーツを少しずつこうカジュアルダウンして着ていくっていうのが私の、まあ、ずっと昔からのテーマみたいな感じがしておりまして、まあ、ドレッシーなものは極力カジュアルに、カジュアルなものは少しドレッシーにっていうのがやっぱり私らしいのかなという気がしております。なのでビシビシに決めたスタイリングっていうのはやっぱり私にはあまり似合わないなと感じておりまして、まあ、今回もこの時もブラックの V ネックのニットを着て、ベージュと黒のレジメンタルタイプで、足元はタッセルローファーを履いて M51 のコートを着ているんですが、まあ、そういうところが私らしいかなという気がしております。まあ、これが普通にあのチェスターフィールドコートを着て紐靴を履いてたりすると結構ドレッシーに見えると思うんですけども、そうではなくて少しこうカジュアルに寄せていくスーツスタイリングっていうのも、まあ、今シーズンというか、まあ、それはもうずっと私の中の永遠の着こなしの一つかなという気がしております。はい、で次いでこちらになります。 M65 のフィールドジャケットを着て、ネイビーのジャケットでブラックウォッチのネクタイで、ベレー帽にウールパンツ、まあ、これはあの季節の狭間みたいな時にしてたスタイリングで、パンツは割と春夏に近いフレスコのパンツなんですけども、こういうニュアンスのスタイリングっていうのも一番初めに紹介したバブアのスタイリングと一緒、まあ、もしくはさっき紹介したスーツのスタイリングと一緒で、すごく自分っぽいなって自分が見て思うスタイリングかなと思っております。まあ、色使いもそうですし、アイテムのチョイスっていうのもなんとなく自分らしいなっていう気がしておりまして、これも去年一昨年ぐらいのスタイリングなんですけども、あの今見てもやっぱり好きなスタイリングの一つです。で足元をこれあえてジョージクレバリのシングルモンクのスウェードシューズにしてるんですけども、ここオールデンとかのローファーではなくモンクストラップ、しかもイギリスのモンクストラップにしてるっていうところが個人的には好きなのかなという気がしているスタイリングで、まあ、これに関してはちょっとずついろんなアイテムが変わっていくであろうとは思うんですけども、今後あのベースは変わらずにこういうスタイリングは多分ずっとやり続けるだろうなと思っている、あの私のまあ定番のスタイリングかなというふうに思っております。はい、で次でこちらになります。バーバリーの一枚袖のバルカラーコートを着て、JC ペニーの G ジャンで、 PT トリノのガンクラブチェックのパンツを履いたスタイリングで、足元はまたスニーカーにしております。まあ、なんかこのミックス感っていうのもなんとなく好きですし、やっぱりあのこのチャンネルでは何度もお伝えしておりますが、デニムジャケットにウールパンツっていうコーディネートっていうのはぜひ、まあ、挑戦していただきたいですし、まあ、私自身も今後もどんどんやっていきたいなと思っているスタイリング、まあ、この冬も必ず何度も何回も何回もやると思いますので、まあ、ぜひ皆様も挑戦していただきたいですし、私自身大好きなスタイリングの一つになります。まあ、あえて今 見て言うとすると、まあ、丸首のニットじゃなくて普通にシャツ対応した方が今の私のより気分かなという感じがしております。
で最後がこちらのスタイリングになります。グレンフェリのガンクラブチェックのコートを着ているんですけども、このスタイリングの場合はその中がポイントで、この中もガンクラブチェックのジャケットを着ております。で実はこう手で携帯を見せてると思うんですけど、その画面上もガンクラブチェックになってるんですけど、ちょっとこれ反射してなかなか見えないんですが、あの要はこうガンクラブチェックっていうよりも柄遊びっていうのが少し最近流行ってまして、自分の中でそれをちょっとこの冬もやり続けたいなと思っています。その柄と柄をこう組み合わせて楽しめるっていうのはやっぱりアイテム数がある程度ない時期じゃないと難しいので、夏には絶対できないスタイリングだと思うんです。なので春秋冬の、まあ、もしくはそのアウターをこう重ねていける時期でしか表現できない楽しめないあのスタイリングだと思っておりますので、まあ、その柄に関しては、まあ、チェックもあればストライプもあればネイティブ柄もあればボーダーもあるっていうところで、まあ、いろんな柄をこう組み合わせていってよりこうファッションが楽しくなるようなスタイリングっていうのをこの冬はできるだけしていってみたいなと思っておりまして、まあそれの代表がまあこういうふうにガンクラブチェックとガンクラブチェックを意図的に合わせていますみたいなのが、まあちょっと楽しいかなと思って選ばせていただきました。はい、今回私が紹介したスタイリング、まあこの2、まあちょうど今ですね、今のこのタイミングで私が気になっているもの、もしくはまあ私が今後も変わらずずっとやっていくだろうなと思っているスタイリングっていうのをちょっとポイントで10体紹介させていただきました。ちょっとまあ駆け足だったので、そんなに細かくお話できてない部分もあるんですけれども、まあなんとなくニュアンスはお伝えできたかなと思っておりますので、まあなんかちょっとこうピンとくるところがもし皆様の中にございましたら、ちょっと挑戦していただきたいなと思っておりますし、わからないことがあればコメントいただいても結構ですし、ボンビューのお店に来ていただいて直接相談いただいても、もちろん何かしら買っていただくかもしれませんが、ぜひ足を運んでいただければ直接お話もさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。